ほんでな、ただそのうちが波動な、改善したから。じゃあ、ってことはアマテラスがまた多治見に戻ってきて、波動を調整したのか。ってことはまた多治見を魔術に使えるな。で、奴らがまた集まってくるやろ。でもそれでいいねんで。そんなもんやから。魔女と魔術師の関係は。陰陽師と、まあ山伏の関係はね。そうなんです。そういうもんなんです。それが本当の首都なんですよ。ね、うち今首都を作り直してんねん。ね。じゃあうちの仙台冷え戸のあれが、その元町の丘に、その首都を昨日置いてた頃に戻るやろね。まあ、冷え戸のあれの頃はもう最後ボロボロやったけどね。それよりももっと遥かに現代文明のね、経験した後の形としてね、優れた首都になるんじゃないですかね。田島が先住民、MC 新国家のね、首都に。ふさわしい状況にガッと整うでしょ。なんでかって。魔術師が集まってくるからよ。うちの周り。自明のリアで、中国語使ってもうたけど、止めてくるような感じで、いちいち。いちいちはなかなか。な。まあ、占い師も集まってくるでしょ。ね。じゃあ、意識門前町みたいになってくるな。門前町言うかな、あれ。な。それでいいねんね。まあ、もうそこにももう前からいてあるけどな。角に、西浦さんとかの角には。占い師さんの。また、いっぱいいっぱい増えるんちゃう？こ、だってここも占いに適してるもん。みゆき町は。みゆきって名前もそうやけど。めっちゃ適してるで。みゆき町っていうのは占い外にめっちゃ適してるで。ただ波動ぐちゃぐちゃやって。遊郭にされとったし。でも、遊郭の波動調整したら、めっちゃいい物件やね。占い師、魔術師にとってはな。集まってきよるやん。競争なんで。ただ、じゃあ今のうちに言うたらもうその、なんていうの、大家として、頑張れ。もし手に入るんやったら。何しろ手放さんで、どのぐらい持ってるか知らんけど。そういう風になるの分かってたもん。あいつらもだから予言知ってるから。いろんな。な。アマテラス戻ってきたら、みゆき町の値打ちが、アホほど上がると。専門家にとってな。ただ、不動産屋さんが、いや、でも、分けありですからね、ここ。だって、遊郭があってるから分けあり物件でしてって。それ日本の法律です。まあまあ、そういう感じになるし。まあ、先住民です。元部落ですし、って。ね？言うてるやん。公言してるやん。そんな言ってるのって、うち部落大王家やね。部落、全国部落の主やで、うちが。唯一主やで、部落にとってみれば、うちだけが。な？で、部落解放の、ちゃうちゃう、部落差別なんたらほうもできたやん。目やめようぜ、ちょうな。で、うちは新国家中立宣言してやん。じゃあ、部落の方がアップタウンだよ。な？もう誰も差別せへんねんから。差別するやつがおるから訳あり物件やってんね、ブラックって。ブラックの方が格上って分かったよ。ん？じゃあどんだけ上がんねん、不動産屋。ブラックの方が格上でして、実は。って。ボーンって上がってくる。タワーマンション禁止や。うちの屋根から覗けたらあかんから。覗くな、言ってるやろ。えらいことある、言ってるやんか。な。自分の体を魔物の巣にしたいんですか？ね、テンパってるんでしょ、みんな。で、誰かのせいにできへんかなってうろうろしてるんでしょ？わかるよ、その気持ち。もう、藁もすがる。ダブリオもすがるよ。草もすがるよ。牛三つ滝。な。だから、そんな、助けてっていう代わりに、吠えとるんでしょ？上腕前と爆音族。助けてやから、危険走行はしない。で、暴力行為もしない。ただ、吠えてんのは、助けてくれ。助けてくれ。助けてくれ。走ってる感じやな。そんな4コマありそうやな。助けようがない。読まんかったらよかった。そのいろんなタイプの魔術漫画買い集めへんかったらよかった。そこまで魔術ゲームをピコピコやらんかったらよかった。ああ、何これおとぎ話って。はいはい、ピュアかった、ヤンピーパ、これがよかったんけど、ほんまほんまはな。まあ、そうもいかんやろ。生い立ちなり体の得意分野を勘案して魔術で、魔術で勝ちたいと少年は思って、そこまでコレクションしてしまった。ありがちな話。ああ、どうもやろ、どの魔術師も元はそれやってんて。だからナビナビタは最後やっぱり大魔術師になれんねんけど、それは藤子先生ようかかんって言ってあった。僕がまだその途中だからって言ってあったけど、ナイスやろな、素晴らしい先生やな。
面白い話や、ほんまに。むしろ、アビコくんの方が。いや、そんなこと。謙遜してやって。な、だからなかなかその、簡単にね、魔術師になれないから、のび太は。まだなんか、あの、実験材料やんか。な、のび太の。見たわかるやろ？魔術師が、のび太で実験してるって、読み取らなかんねん、ドラえもん見て。な。そっから急に魔術師にはなれませんよ、当たり前やけど。よくも実験に使ったなーって。お詫びに魔術師にしろとか言ってそんな話もありそうやな。ドラえもんなら。で、はいって、ドラえもん置かれるんやろ。ちゅうか、君、じゃあ君がドラえもんになったらいいよ。ポンって。ってなるんやろ、どうせ。